久保さん、ただやるだけにしましょうか。ただやるだけですね。ただやるだけと。まあ自分がどういう人生を送りたいのか、じゃあそこに対して、なんだろうな、あのー、今のやり方ではできないんであるならば、他のやり方をただやるだけですよね。うん、今、自分の理想、妄想、想像、未来。 うん、そこに対して今のやり方今の働き方今の会社では無理であるならば他をやるしかないですよねうんだからそのまあみんなまあぶっちゃけ言うと頑張ると思うんですよ、まあ、普通に働いても40年じゃないですかまあこれ男に限りますけども女性の方はね専業主婦っていうのもあの一つ子,子育てっていう選択もあったりとかするので まあ男に関してはまあ一生働かないといけないと僕は思ってるんですね。まあ、年金もありますから、年金問題ですね、老後のことも考えると、一生働く、普通に働いたらお金多分そんなにないので、じゃあその何十年も働くっていうことは、ぶっちゃけ努力してると思うんですよ。ただその努力がね、だから透明の窓ガラスですよ。透明の窓ガラスでね、 頑張って、ね、外に出よよう努力すするわけですよだけどその努力はもうここに何だ見えない壁があって見える壁というか透明のがねもう一匹のハエですよでもう頑張って頑張っても出られないっていうねでそれは無駄むだむだっちゃ無駄ですよねどんだけね白いあの透明の窓ガラスにねバ,バンバンって頑張ってもいけないんですよね それを突破することはハエには無理ですよね。ハエがガラスを割れますか割れないですよね。うん。だから今のやり方じゃ無理だなと思うんだったら他のやり方するしかないですよ。で、いろんな選択はあるわけです。大人になればいろんな選択はあるし、今情報もたくさんあるし、デバイスもあるし、テクノロジーも揃ってるし、目の前にやりあのいっぱい無限にあるわけですよ。まあ僕は商品売ってますけども、別に商品買わなくてもね。 YouTube で検索すればやり方なんか無限に出てくるわけですから、あとやるかやらないかじゃないですか。で、テクノロジーもある。これが30年前だったら難しかったですよ。30年前だったらね。久保さん30年前にできましたこんなこと。できないですよ。<laughs> 今はできるんですよ。で、それを選択するかしないかですよね。うん。でも多くの人は、今からやっても無理とかね。今からやっても遅いとか、私には無理だとかね。いろいろあだこだ言うんですけど、じゃあ無理なんじゃないですかっていう、ただそれだけで。 やるかやらないかっていう、ただやるだけなんですよ。シンプルに。だけど、みんなやらないんですよね。なんでかなっていう。なんでその、透明なガラ、透明なね、あの、窓、あの窓ガラスに戻ってまた、うん、そこにも行くのかなと。まあ、以前、その、まあ、お客さんで、なんだ、今の会社が嫌で、あの、最終的にネットビジネスで、まあ、成形立てていきたいっていうお客さんいましたけども、まあ、言われたのが、 ちょっとリアルの仕事に影響が出てきたんでネットビジネスちょっと一旦中止しますっていうね。なんでそっちに戻るんだって思いましたけどね。戻らなくても、まあ影響が出るはしょうがないじゃないですか、それは。<laughs> うん、負荷かかるんだから。負荷かかるんだからしょうがないですよ。だけど、その負荷を耐えられなかったら、うーんいつまで経ってもその透明な窓ガラスにこうぶつかってね。 あのしんどい思いするっていうどっちにしろしんどいんでうんどうですかね久保さんも最初しんどかったと思うんですよねしんどいっていう感覚はあったのかどうか分かんないですけどまあや,やったことがないことをやるわけですからまあこういろんな不安だったりとかいろいろ難しいことだったりとかあったと思うんですよでも結局それを乗り切った今クソ楽じゃないですか <laughs> 今ね何の不安もまあ何の不安もないっていうわけではないけどもまあ ね、商品売らなくても600万ですよね <laughs> まあまあいい生活ですよね <laughs> 僕はまだそこに行ってないので逆に言うと久保さんのステージに行かないといけないなとは思ってますねうんそうでもまあ、うん、まあ商品が売れないっていう不安は僕はあるんだけどもでもその不安その負荷が 適度でいいいいんじゃないかなかと思いますね常にやっぱ考えるんで常に考えてるしうんだからなんか逆に言うとこの5年ずっと考えてやってきたんでうーん,なんか強くなってきたかなとはすごく思いますけどねうんやっぱあの僕怠け者なんでやっぱ勝手に何でもお金入ってきたら多分何も考えなくなっちゃうと思うんですね まあ久保さんとのやりとりは多分やるとは思いますけどやっぱその商品をじゃあどうやって売っていこうかなって考えなくなっちゃうんで、うんまあ、僕はちょっとドリームアカデミーは運営して、まあ、それ日本一にしたいので、うん、僕がそういう思考の状態でねなんか教えることはちょっと難しいかなと、うん、やっぱ現場でいろいろやってないのに別に教えることはできるんですけどね 別にその現場にいなくても教えることはできるんだけどもやっぱ現場にいた方が、うん、よりリアルタイムでよりリアルな情報をお届けできるんじゃないかなと思います現行で僕がやったことをいくらでもシェアできるんででもこれやってなかったらシェアできないんですよねだから過去の体験経験からお話ししてできるんだけども、うんまあ、僕はまあ60歳までやるって決めてるんで、まあ、ずっとまあその商品の販売の数はへ減っていくとは思いますけども まあ、久保さんもね、あのー、まあ、投資が全てじゃないですから、どうなるかわからないですから、まあ、久保さんもなんだかんだ言って商品売ってますから、だから僕も最終的に久保さんみたいな、なんだ、ポジショニングに、えー、な,んだなるようにやるだけですよね。だ40歳から投資をちょっとチャレンジするっていう、新しい挑戦ですよね。新しい収入網というか、これを確立していくと。うん。ただ、 まあ、やるべき、あの、コンテンツ販売はしていきますけど。うん。まあ、5年前は毎月売ってるんでね、結構もう、だいぶ僕はもう空気みたいになってるので、うん、まあ、不安はあるけれども、売れなかったらまた売ればいいよっていう。売れなければまた売ればいいっていうね。で、売れなかったらまた売ればいいっていう。売れるまで売るっていうね。じゃあ、どうやったら売れるのかって考えるから、結局スキルアップするし。<laughs> そう。 そう、まあ、そんな感じですね。い,いってらっしゃい。